はようございます。今日は10月の25日かな、25日ですね。ちょっと またお昼からのスタートなんですけど、お昼ご飯ちょっと作ろうと思って、なんかね、床に水が冷蔵庫から漏れてきちゃってるみたいで、ちょっと直さなきゃいけないんだけど、昨日ハンバーグ作ったから、ハンバーグの種がねまだ結構残ってるので、ただちょっとご飯炊くのめんどくさいから、ミートボールにしてミートボールパスタにしようかなと思います。確かトマトソースがあったはずなので、ありますね、これ。この間買った、美味しいかわかんないけど買ったやつが、パスタと一緒に、ミートボールを焼いて食べようと思います。できました。ちょっとミートボール、オーブン使わずにフライパンでやるっていう、ちょっとサボりをしてしまったんですけど、まあ、でも多分焼けてると思うから大丈夫でしょう。はい、いただきます。今日の夕飯は前の家から持ってきた、なんだっけ、手作り餃子、まだ余ってるんで、多分これ全部焼いちゃっていいかな。一人4個は食べるだろうから、多分ね、まあ足りるでしょう。ちょっとね、電子レンジが壊れちゃってて解凍の手段がないんだけど、そのまま焼くしかないか、ちょっと中まで火が通るか不安なんですけど、もうちょっと待とうかな。今何時だ、今5時なんで、そうだね、もうちょっと待ってから焼こうと思います。ちょっと見にくいかもしれないけど、うちのお隣さんがすごくて、ハロウィンのやつでこうデコレーションしてて、超すごくない？あそこの壁のところにお化けがね、プロジェクターで映し出されてるっていう、まあ、他のとこも何個かやってて、あっちの向かい側もやってて、うちのでも近所はそこまでなんだけど、他のところはね、みんなもっとすごいやってるところがあって、ちょっとね、見るのも楽しいですよね、こういうの。はい、ということで今日はですね、今7時20分なんですけど、これからちょっとね、ウォルマートに行ってきます。先生が使ってるヘッドホンの部品がちょっと壊れちゃって、昨日ね、直してたんだけど直んなかったので、で瞬間接着剤が切れちゃって、ごめんね、暗くて何も見えないかもしれないけど、切れちゃって、もうないので、それを買いに行こうと思います。なんかハードウェアストアが遠いから、ウォルマートに行くことにしたみたいなので、ちょっと行ってきたいと思います。ウォルマートじゃなくてローズに来ました。なんかウォルマートを見つける前にローズがあったんで、ローズでいいじゃんと思ってローズ来ました。かわいい、ハロウィン仕様になってる。多分でもね、もうハロウィンはもうすぐ終わりだから、やっぱりクリスマスのがすごいですよ、あっち側。ちょっとね、見たい、クリスマス用品かわいいんだけど、オーナメントとかいろんなの売ってる。あ、うちらがいつもこれ使ってるんだよね、このなんていうの、香りのスティックみたいなやつで、なんか喋った喋ってる。え、すごいんだけど、見て、あのデカさ、え、すごい、さすが、この辺はアメリカですね。超かわいい、これさ、コストコに売ってたやつじゃね、多分。そう、これかわいい。あー、クリスマスだね、もうすぐ。日本から帰ったらもうクリスマスだ。ツリーもいっぱい売ってる。でもこの辺がアメリカだよね。アメリカのツリーは基本6フィートぐらいあるからさ、あんまちっちゃいのが逆にないっていうね。なんか、あ、これかわいいね、雪がついてるやつ。ライト付きが多いんだね、最近は。すご、これすご、200ドル、あれすご、いっぱいある。のプレゼントもかわいいね。ちょっとこれがね、クリアランスになってて、今すぐ使わないけど、ちょっと将来使えるかなと思って、4ドルなの1個、だからちょっと買って帰りたいと思います。肝心のブルーが全然見当たらないんだけど、なんか広すぎて何がどこにあるのかよくわかんない。どこだろう、全然ない。ありました、なんかこのゴリラグルーが一番いいやつらしいんだけど、どれにするのかな。
瞬間接着剤とかは出るのかな。あ、一応あるけど、どれにしようかね。これが一番いいやつらしい。これにする？これ5ドルですね。お家帰ってきました。先生がね、さっきほうきを買って、でお姉ちゃん家ね、ここね人工芝なのね、真ん中のところ。で枯葉がさ溜まっちゃって、ほうき、それ用のほうきがなんか、おーすごい、ちゃんとできてる。こんな感じで今先生がお掃除してます。うん、できてるね。なんかワイヤーのやつが欲しかったんだけどなくて、まあ、それに近いなんかプラスチックの硬いやつ、デッキブラシみたいなやつ買ったんだけど、使えてそうです。よかった。見て、ビフォーアフター、超綺麗じゃない？すごいね。あー、めっちゃよかった。なんか先生も自信なくて、なんか使えるかなとか言ってたけど、これでもちくんも気兼ねなく遊べますね。今先生がもちくんを散歩に連れてってくれて、私はちょっとシャワー浴びたいので連れてってもらいました。もうね、じゃあ何気時間な、9時18分なんで、ちょっとね寝る用意して、はい、そう、寝る用意して寝たいと思います。はい、ということで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。